はい、噂通りだったんですけども、MacOS の BIGS ーと AppleSilicon が発表されましたで。それぞれについてですね、動画クリエーター的な視点からですねお話していきたいと思います。でまず、MacOS の BIGS ーについてですね、僕的に一番大きな感想というか、インプレッションで感じるとことしては、デザインが良くなった点ですねもう何年も MacOS って放置されてて、もうこのまま良くならないんじゃないかってちょっと思ってたりもしたんですけども、ようやくですね、デザインが iOS に追いつきました。 簡単に言うと僕的には Mac 用の iPadOS なんじゃないかなってちょっと思ってますで正直ね Windows の方が最近ってデザイン良かったんですけどもようやくですねあの特に僕気になったのがローンチパッドですねローンチパッドって言ってあってんのかなこの下のメニューのとこですけどもあの Windows の方があの何回も何回もアイコンデザインし直して綺麗になって洗練されていったのが Mac ってちょっとほったらかしの部分はあったんですけども、まあ、iOS に合わせることによってすごい非常にスッキリした今風のデザイン変わったんでそこはポイントかなと思いますで、まあ、昔から変わってないですね上のメニューバーもずっとハイコントラストのままほったらかしになってたのが半透明になって、まあ、今風になりましたよねであとまあポイントかなと思ったのがコントロールセンターがつくようになりました今までってアイコンがですねガチ,ャガチャガチャガチャと並んでうるさかったのが そこがですね、整理整頓されたっていうのもですね、非常にポイントかなと思います。はい。で、次にですね、Apple Silicon についてお話ししていきますね。まあ、これまで ARM ベースの Apple 独自設計チップとか、そういうような感じで言ってた話ですけども、Apple Silicon に移行することで、まあ、iPhone と iPad と共存チップになりますから、まあ、もちろんですね、従来の iOS 向けとのアプリがですね、非常に互換性高く保たれます。なので、まあ、例えば、まあ、このチャンネルだったらおなじみのルマフュージョンなんかも動くんじゃないかなと思います。 ネイティブでこれからですね、作り直すアプリに関してはもちろん快適になりますよね。で、Apple はロジックとファイナルカットプロ10を持ってますけども、それらについては用意すると言っています。なので、あと、ここら辺に関しては、まあ、今までのプラグインがどこまで動くかっていうのがですね、勝負になってくるかなと思います。で、サードパーティーについていきましょうか。で、Microsoft Office に関しては、まあ、実際にあのプレゼンテーションでも動かしてたんですけども、まあ、動くとは思ってたが、別にあんまり気にはしてなかったです。 まあ、特に僕的なチェックポイントとしては今まで通りのメニューがあってそれらがちゃんと再現されているかどうかの方が大事だったんですけどもそれらに関しても見てる限りしっかりとあったのでそこも安心ポイントですね変にあの iPad 向けの簡略化された何んですか操作再建だったりすると困るんですけどそれがなかったんで非常にそこは良かったかなと思いますでアドビンしてですね、まあ、今回見せられてあの プレゼンテーションに出てたのが、フォトショップとライトルームだけだったので、ちょっと気がかりではあるんですけども、まあ、フォトショップとライトルームに関してはメニューバーもしっかりとあったので、個人的にはですね、そこが僕は非常に一番気にしてた部分だったので、あってよかったなっていう安心材料になってます。でですね、ちょっと驚きだったのがですね、既存のアプリとの互換性ですね。マヤが動いてたっていうのがですね、非常に僕はびっくりしてます。まあ、なかなかそんな簡単には動かんだろうと思ってたやつだったから、まあ、 それを分かっててアップルもそれを出してきてると思うんですけども、まあ、それが動いてたっていうのはちょっとびっくりですねでインテル Mac 用のコードのまんま変換してそのまま動かしてるって言ってたので、まあ、結構ねなかなか再現性高いのかもしれないですでまあゲームからはトゥームレーダー動かしてたんですけどもそれもあのそのまま動くよって言ってたんで、まあ、相当の互換性の高さをですね持ってきてるのかもしれないですねまああとはどれだけの例えばゲームだとどれだけの えっと、コマ数でちゃんと動くかっていうのは大事になってくるかなと思うんですけども、まあ、そこら辺ちょっと実際に触ってみないとわかんないですで。メモリ自体は16ギガ、アップルシリコンにはなってるけども、メモリ自体16ギガ積んでるマシンだったので、そこら辺はですね、まあ、あの、パソコンと iPad とですね、まだ住み分けていってる部分なのかもしれないです。はい。で、まあ、とめますと MacOS のデザインが一新されて、iOS と共通のですね、統一感のあるテーマに変わったっていう部分と、 あと、アップルシリコンが出るんですけども、まあ、既存のアプリに関してもそれなりに動くので、ちょっと不安材料も減ったかなっていう感じです。で、普段、ルマフュージョンで動画編集する人に関しては非常に朗報かなと思うんですけども、ルマフュージョンもおそらくですね、そのまま動くかなと思うので、そこら辺も安心材料かなと思います。まあ、このチャンネルに関しては基本的に動画編集関連のネタを中心にやってるチャンネルになるんですけども、チャンネル登録、まだの方いらっしゃったら、ぜひですね、チャンネル登録をお願いいたします。 いつもご覧いただいた方、本当に感謝しておりますので、引き続きお楽しみいただければ幸いです。というわけでですね、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。